はい、こんにちは、みつきと申します。わーい、やった、やっと続きやれます。前回はディグダ君、この家の家基地の前に通路掘ってくれたディグダ君がエアームドにさらわれてしまって、親なのかな、親のダグトリオさんに依頼を受けて探しに行くっていうところからなりますね。前回のところまでが体験版でやれる範囲だったので、こっからは本当に知らないところからのスタートですね。すごい楽しみです。おはよう、ソータ。一連の流れを説明したんだね。今さっき救助頼まれたって。そうね、救助頼まれたね。まあ さらわれちゃってる子からすると怖い思いしてるから喜ばしいことではないかもしれないけど、とりあえず仕事です。あ、ダグトリオさんですね。私たちの子供。私たちダグトリオって前自己紹介してたけど、この3人の子ってことなのかな。どういう子供のシステムなのかな。鋼山の頂上です。でもさ、鋼で飛行じゃん、エアームドって。タイプ相性最悪じゃない？やばいな。毒効かねえし、草だし、なんかもうやばいじゃん。何卒よろしくお願いします。はーい。これな、人影とかだったらな、炎タイプだからな、よかったけど、なんかやばいな、タイプ相性良くないでしょ。なるほど。ディグだってここでトンネル遊びしていたポケモンだよな。そうですよ。あの無邪気で可愛かったディグダ君だよ。それがさらわれたというのは確かに気になるし、行ってくるか。はい。救助する相手がなんか知ってる子だとやっぱりドキドキしちゃうのかな。よし。ポストは何も来てない。でもな、この前受けた依頼そのままそっくり残ってるんだよな。これ先にちょっと片付けてからエアムドさんのところに行きますかね。もし選べるんであれば。でも選べないかもしれないから一回街で準備をしてきます。で、ここがペリッパ連絡所とのワープ地点になってるんですよね。いやー、掘ってくれて助かった。はい、掲示板は特に変更点は、あー、小さな森での依頼が増えてる。まあでも今は受けないでおきましょう、とりあえず。今、幕の下訓練所で本気の訓練を受けてみたんですけど、すごい結構レベルがガンガン上がりますね。本気チケット、普通の本気チケットでやってみたんですけど、この訓練時間っていうのが50秒訓練できるっていうことらしいですね。コッテが55秒で、S が60秒、1分間。で、経験値もすごく上がるっていうので、普通のダイアップですね、本気チケットは。これやってみたんですけど、始まりが自分がレベル7だったんですけど、7から11まで一気に上がりましたね。で、今ソータくんもレベル6でちょっと心もとないので、ちょっと氷の牙とか持ってるし、ちょうど、まあ、ちょうどっていうか鋼対策っていうか、なんていうか、まあ、飛行対策ですけど、エアームド戦でちょっとソータくんに重点的に頑張ってほしいので、ソータくんをこれから今鍛えていこうと思うんですけど、どんな感じで本気の訓練が進んでいくのかお見せしたいと思います。水の訓練を受けるんだなって。敵に効果抜群の技をひたすら当て続けてやりまくって経験値を稼ぐっていうことになりますね。制限時間があるんでちょっと急ぎになります。L のオート移動でガンガン移動していって倒しまくるっていう、あ、早速敵がいますね。振り向いて攻撃ですね。で、また L で動いて敵の方に向いて攻撃。はい。で、また L で移動してっていう感じでどんどんやっていく感じですね。倒したらもう即 L ボタンを押さないと無駄な時間ができちゃうんで、よし、どんどんこれでやっていけばどんどん上がっていくっていうことになりますね。基本的に丸ボタンじゃない、A ボタンを押すだけで攻撃勝手に最適の選んでくれるので、
これでどんどん効果抜群を当てまくれば勝手に倒せるってことになりますね。敵の方に向きを変えるには Y ボタンを使えば向き変えられるので、はい、終わりましたね。50秒結構早いですね。結構倒せた気がします。あーでも9までしか上がんなかったですね。あんまり倒せなかったかな。でレベルアップをすると当然技も覚えるんですよね。怒りはどうしよっかな。はい、本気の訓練がこんな感じですね。これでガンガンレベル上げてエアムドさんに挑みに行きましょう。はい、それではですね、今ちょっと準備をしてきまして、ディグダ君の救助に向かう前にこの前受けて全然行かなかった電磁波の洞窟の依頼をこなしに行きたいなと思います。行けるかな。鋼山行けるようになった、向かっちゃわないかな。あ、行けるようになったっていうだけで他のところにも一応行けるんですね。今一瞬ヒヤッとしましたね。そこにもう行っちゃうのかなって思って、でとりあえず電磁波の洞窟に先に行きたいと思います。ちょっと待っててね、ディグダ君。ごめんごめん、一日何もせずに寝て過ごした時あったから本当にごめんな。依頼主のマイナンが一緒にいるよ。そう、連れてってっていう依頼だとマイナン、今回はマイなんですけど、そのポケモンが一緒に同行して、その連れてってほしいこのところまで一緒に行くんですよね。この子を守りながら行くことになります。モンスターハウスとか敵がたくさん出てくるとことかになっちゃうとちょっと厄介かもしれないですけど、まあ初めのうちは基本的には大丈夫だとは思います。この回ですね、ビリリ玉がいるフロアに到着した。そこに連れてってあげるっていうわけですね。ちゃんとオートでも向かってくれましたねって話しかけて、 OK ですね、依頼達成。2回3回4回で救助の依頼を受けているので、このまま先に進んでいこうと思います。マイナーの依頼はここじゃなかったですかね。あ、ちゃんと一緒に戦ってくれるんだ。ごめんマイナー、ちょっと戦わせてしまったね。ちょっと危ないんでそこ変わって、依頼主を倒されてしまってはいけないですからね。そうだ、ごめん、ちょっと置いてっちゃってるじゃん。たまたまがいるフロアに到着。たまたまに会いたかったんですね、マイナンさん。はい、連れてってあげましょう。会えましたね、二人。よかった。バイバイ二人とも、ありがとう。マイナンさん戦わせちゃってごめんね。依頼残ってるのでまだ進みます。ポツエナさんを助けるんだったかな。はい、ポツエナさんの救助になりますね。こうやって一気に依頼を受けて、あ、もうすぐそこにいるじゃん。依頼を受けてまとめて達成できるのはすごく楽でいいですよね。お待たせ、ポチエナさん。だいぶ待たせてしまったね。大丈夫だった？
一気に片付けられてよかったですね。でもお待たせして本当にごめんね、みんな。虹色グミってこの世界だとどうなるんですかね。なんか初めての道具をもらいました。はい、ディグダ君ね、お待たせしてるからこのままサクサクとディグダ君を助けに行きたいですね。そうだね、今日こそは鋼山に行ってディグダを助けような。ちょっと咎められてるかもしれないですね。うん、それは本当に申し訳ない。さらわれた子供よりも先に受けてた依頼をね、優先してしまったね。いやでもさ、優先順位的には先に受けた方を行った方がいいと思うんだよ。ちょっと一日すっぽかしちゃったのは完全にこちらのミスだから、ちょっと一件一件ちゃんと片付けていかないとね、信用のためにもね。ごめんね、ソータ。ペリッパーさんがなんか運んできた。なんだ、救助隊員の務め。ポケモンニュースはどんどん読もう。読まないとポストはいっぱいになってしまう。新しいポケモンニュースや救助依頼の手紙が届かなくなるぞ。それは大変だね。ちゃんと読まなきゃいけないんだね。ニュースの中にはプレゼントがついているものもたまにあるので。そうだね、前本気チケットとかもらいましたもんね。お腹が減ること。お腹が減ったら食べ物を食べよう。リンゴを食べると回復するんですよね。お腹が減りすぎると体力もなくなってしまいには倒れてしまうので注意が必要だ。何か食べ物を食べてお腹を満たそう。かくれんぼ商店でも売っているぞ。はい、ではまた準備していきたいと思います。さっき依頼のお礼としてもらった虹色グミの説明なんですけど、食べると最大 HP、 攻撃、防御、特攻、特防、素早さのどれか一つが上がる。この効果はずっと続く。さらにたまに凄技を覚えることもあるぞ。グミは救助隊キャンプで食べようっていう説明になってますね。どれかが上がるんですね。なんかとにかくすごいみたいな、なんかあんまりやめよう。よし、じゃあさ、いよいよディグダ君を助けに行こう。ディグダ君お待たせ。鋼山 GO って書いてあるので行きましょう。どのくらいフロアがあるのか怖いですね。ここか、鋼山は。ここの頂上にディグダがいるんだな。頂上に連れ去られたディグダ、どういう状態で運ばれたのかが本当に気になる。お？ダグトリオさんだな。よし、頂上は9階です。よろしくお願いします。では、はい、結構ありますね。3、6、9ってだんだん回数が増えていってる。ソータも緊張してるな。大丈夫だぞ。ちゃんとレベルは上げてきたぞ。来ましたね、頂上です。お、ディグダさんいますか。あー、すっごい連れ去られて本当にそこに置かれたみたいな状況になってますね。助けに来たよ。怖いね、あんなに無邪気だったのに。やっぱ高いところは怖いんですね。
来たな、エアムド。あー、かっこいいね。普通に、好き、あー、女性の方だったのか、エアムド。あんたたち何しに来たざますか。いやー、ちょっとさらわれた子を助けに来たんですよ。はい。悪さしないで、ディグでは話せ。はい。何言ってるざます。悪いのはこいつらざます。どうしたどうした。毎晩地震が起きて怖くて安心して眠れない。あー、やっぱそういう変動のせいでね。その変動の原因が、ディグダたちにあるって、このエアムドは考えたわけか。それもこれもこいつらが地底で暴れるから。あー、なるほどね。おい、それは違うと思うぞ。確かに最近よく地震が起きるけどさ。でもディグダたちが地底で暴れたぐらいで地震は起きないんじゃないかな。まあ起きたとしてもさ、まあ身近な範囲っていうか、震度2とか3くらいだよね、きっと。そんなにこんな山の頂上までは来ないよね。でももう怒りで我を忘れてるから、そんな細かいことっていうか、ちゃんと冷静に考えられないんだね。文句あるなら勝負。よし、じゃあ勝負しよう。とりあえず落ち着かせないと話ができないからね。戦いましょう。もう割と接近した状態から戦闘始まるんだな。そっか。どうすっかな。早速道具投げてくれたけどミスったね。マジか。バレ、石をぶつけて。飛行タイプだから。技一応回復してきたけどさ。自動だと、あーやばいな。月やっぱ草タイプ。ん？ HP のピンチにソータが気づいた。オレンの実をどのポケモンに使いますか。え、仲間に持たせておくと、仲間がこっちのピンチ、仲間のピンチに気づいてくれて、使うって聞いてくれるの。その仕様めちゃくちゃ胸熱じゃないですか。ありがとう。じゃあ、ありがたく、もらえますね。後方に下がって自分で回復って思ったけど、あ、直してくれてありがとうって今一瞬出た。めっちゃかわいい。ありがとう、ソータ。俺、離れたところから石ぶん投げてるから、頼むわ。ちょっと役立たずだな。草毒タイプだからさ、何も攻撃できねえ。あー、ソータ。今、お前に回復をしてあげるからな。オレンの実か。オレンの実を食べる？どれ使えばいいんだ？食べるで食べさせる相手選べるのかな？エレベーター、エレベーター。一瞬ドキッとしたよね。自分で食べちゃったら意味がないからね。ソータ、オレンの実だよ。食べて。よし。頑張ってくれ。あ、倒せたみたいですね。よかったー。ドキドキしたー。いや、やっぱタイプ相性ってあるよね。よかったー。一旦逃げるざます。逃げちゃうの。逃げんな、逃げんな。ディグダを返せ。だってあんな離れたところにあるディグダ、どうやって助けんの？早く降りてこいよ。自分でここまで来れるの？ダメです。怖くて降りられないです。そうだよね。怖いよね。助けに行くから待ってろよ。お、ソータくん。勇敢ですね。でも、ここ、めっちゃくちゃ崖じゃん。どうやって助けんの？あ！ビビビ！この間助けたレアコイルさんじゃない。まだ新刊前ですね。コイルさんですね。やばい、助けた
ポケモンが助けに来てくれた。っていうか、コイルってそんなに浮遊できるの？もう、電磁浮遊どころか、なんかもう、地面から浮くってより、もう空から来たじゃん。すごい浮遊できるんだね。もう飛行タイプじゃん、お前たち。話は聞いた。我々が空からディグダを助けよう。ビビビ。ありがとうございます。めっちゃふわふわ浮いてる。すごーい。大丈夫。間違っても痺れたりしない。痺れる、触ったら痺れるっていうのもないんだ。コイルさんめちゃくちゃ有能ですね。もうこれほぼほぼコイルさんのおかげじゃん。ありがてえ。毒好きゲットした。なんかダンジョンを行ってると、たまに敵倒した時に宝箱を落とすんですよね。その宝箱がそのダンジョンから帰ってくると開けられて、中に何が入ってくるか確認ができるんですけど、今回毒好きでしたね。いやー嬉しいですね。買うと高いからすごい助かりますね。いやーよかった、帰ってくれた。僕とっても怖かったです。そうだよね、ディグダ君。なんかコイルさんたちがいなかったら、あれ逆に本当どうしてたかな。でも鶴の鞭で引っこ抜くずっと高いところにいたせいでしょうか。まだ足が浮いている感じなんです。あ、一応やっぱ足という概念は存在しているらしいですね。ディグダどういう中身なんだろう。すごい可愛いんだろうな。手と足がちゃんとあるんだろうね。あ、足ってソータも首かしげてるから、他のポケモンたちも実情を分かっていないっていうことなんですかね。あ、あるのか足がでもみんな思ってても口には出さないんだ。優しいな。こうやって助かったんだからよかったよな。はい、本当にありがとうございました。いや本当にさ、本当にコイルさんたちも本当にありがとう。あ、親御さんがお迎えに来たのかな。声はすれども姿は見えず。あ、もしかして姿が見えない。これはどうも失礼しました。何回やるの、かわいい。どうも、ダグトリオです。これネタだな。あ、パパー。パパって呼ばせてるタイプのパパさん、かわいい。パパ。この3匹でパパってことは、ママも3匹いるってことだね。ダグトリオ。なんかこの1匹1匹ってもし考えるんであれば、大変だな。すごいな。怖かったけど、大丈夫。みつきさんたちのおかげだよ。ありがとう、ディグダ君。無事でよかったよ、ほんとに。お礼ならコイルたちに言ってくれよ。いや、本当にそうだよ。本当にそう。こっちちょっとエアモードにちょっと苦戦してただけだから、本当に。コイルたちがいなかったら助けられてないから。そう。いや、本当ですよ。コイルさんたちにお礼もちゃんとね、支払ってほしいくらいだよね。助けたのは当然のことだ。それに。進化系が三位一体というあたり、親近感も覚えているのだ。そうだね。そう、コイルとディグダ、レアコイルとダグトリオ、なんか、集まれば進化みたいな、似てんなって思ってた。やはりポケモン同士助け合わなくては。コイルとディグダ、かわいい。いやはや、ほんと、かたじけない。あー、いいね。はい。いやー、こちらこそ、助けるの遅くなってごめんね。リグダ君、めっちゃ怖かったよね。ごめんね。PP リカバー、癒しの種。800ポケ。いやー、すごいたくさん、大金ですよ。いやー、待って、コイルさーん。行かないで。一緒に救助しようよ。これは一緒に救助する流れでしょ。俺たちの仲間にならないかい。いやー、言ってくれると思った、ソータくん。うん、仲間になろうよ。一緒に救助しようよ。今後は救助するにも仲間が必要だなって思ったんだ。本当にいろんなタイプがいてくれないとさ、タイプ相性とかあるじゃん。
みつきもそう思うだろう。いらないよ、仲間なんか。ちょっと、もう一つの選択肢、闇が深すぎないか、結構、すごいね。いや、そうだよ、仲間は必要だよ。うん。なあ、どうかな？オイラたち救助隊の仲間、オイラたち救助隊の仲間になってくれないか？そうだよ、仲間になって。コイルさん、なんだか楽しそうだな、ビビ。大歓迎だよ、交代遇でお迎えしますよ。毎日、電気のご飯を供給します。しかし、救助にすぐ駆けつけるには、近くに我々が待機できる場所が必要だよな。この辺で我々が待機できる場所はあるのか？そうだね、場所、どうすんだろう？一緒にいるわけにいかないよね。だって、明らかにタイプ違うから相性が。残念だが、仲間は諦めてくれ。そんな。マジで？行っちゃった。絶対一緒にやる流れだと思ったのに。でも確かに仲間が近くにいてくれないといざって時にダンジョンには連れていけないし、仲間を増やすためにはポケモンたちの待機所が必要。でもそうだよね、仲間が欲しいって言ってもなんか場所用意してねえのに来いって言っても無責任だよな。そうだよな。ありがとうな、コイルさんたち。助けてくれて。うん。明日ポケモン広場に行ってみようよ。そこにキャンプコーナーっていうちょっと変わった施設がある。そんな情報今まで出てこなかったじゃないですか。この間広場行った時は誰もいなかったけど、明日になればやってるんじゃないかな。場所はペルシアン銀行の隣。いつもなら、プクリンがいるはずだ。プクリンさーん。そう、過去作というか、このリメイク前の青の救助隊、DS 版でやってた時に、プクリンが、その救助隊の、なんか、親方みたいなポジションのポケモンだった気がしますね。プクリンさん、会えるんですか？嬉しいな。そこに行けば何かわかるかもしれないよ。じゃあ、明日。うわぁ、楽しみだなぁ。明日広場ですね。わかりました。で、また、お休みタイム？あ、来た、夢の中の世界。来ると思った、ディグダ助けたから。また、夢だ。なんか、人影っていうか、あれ、サーナイトっぽいシルエットしてますけど、あの人は一体誰なんだろう？ん？今度は少し聞き取れる。人間？役目？やっぱ、美月、役目を背負ってここに来てる感じなんですかね。あ、それしか聞き取れない。待って、もう少し話を聞かせてよ。うわぁ、気になるところで、起きるんだね。もう起きちゃうね。ちょっとずつしか見えてこない。次の朝。いつもの目覚め。早くプクリンさんに会いたいっすね。さあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。見ていただいた方、本当にありがとうございました。みつきでした。